それでは第一テモテを開いてください。テモテの手紙第一ですね。で、5章になります。普段は午後の礼拝に節ずつという学びをしてますけれども、今朝はですね、その、一節ずつを今からですね行って、いきますね。ですので、聖書を開いてね、一つ一つこう追っていっていただくといいかと思いますですね。こう難しい判断をしなければいけないということを、皆さんの生活の中で、人生の中で、いろいろあるかと思います。で、今パウロがですね、このエペソにある諸教会を監督しているテモテに、そのような難しい判断をどのように下さなければいけないかを、きめ細かく指導しているんですね。その当時の教会には、これ2つのトピックが出てくるんですけども、これ主に、1つはね、ヤモメなんですよね。当時の教会でね、ヤモメの世話をしていたっていうのがあります。今ね、あんまりそういうことないですけれども、当時は福祉制度、生活保護のようなものはなかったので、この死に別れた、奥さんがですね、生活が危ぶまれるということもありますから、教会が主の命令通りを行っていく。でも本当に闇雲に全ての人を受け入れていいのかどうかっていうことなんです。結構難しいじゃないですか、これって。で、もう一つがですね、指導者なんですね。で、指導者が罪を犯したらどうなるのかっていうことです。これは大変ですね。いや、そんなことあるんですかって、こう新しく信じた方は思うかもしれません。たくさんあるんです。実際の今の教会の中でも、また歴史を通じてもかなり多くあります。で、その時に、手元のように腹板を起こしながらですね、これなんで腹板を起こすっていうのが書いてあったっけ、書いてるんですね、実はね。決断しなければいけないことっていうのが出てくるんですよね。非常に難しい問題になります。で、こういうことをこの、その今はこのテモテの状況、教会の監督ですからね、このテモテの状況っていうのはありますけれども、皆さんの生活の中でも、この神様から与えられて任されているものの中に、下さないといけない決断とか、この判断ってあるかと思うんですよね。そういうことをこう思い描き、考えながらですね、一節一節見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、まずはですね、これちょっとその今のトピックとは、違う内容になるんですが、一節と二節を読みしますね。年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさいと。ここはこの牧会者であるテモテに対して、教会にいる人々に対してどのように接しなければいけないかっていう、このことを教えているわけなんですけどね。ここを一つ一つね、こう私説明することもできるんですけど、その前提になっていることをまずね、お話したいんですね。何かって言ったらね、教会って家族なんだっていうことなんです。で、ここが、パウロがこの手紙の中で強調していて、3章の15節では、神の家と呼んでいるんですよね。神の家と。家なんですね。なので、こう、私たちの間にある関係ですね、この教会の人たちの関係というのが、何かのこう、なんていうか、こうグループのメンバーシップ制度でもないし、サークルみたいなのでもないし、会社みたいなのでもないし、何が最もふさわしいのかっていうと、家族の関係なんですね。そして、肉の家族も、実は大事にしなければいけない、神にとって喜ばれることなんだとあって、そして、それの延長でこの神の家族というものがあってですね、私たちはそのようにして、この接していかなければいけないんだということなんです。で、こう忘れがちなことをですね、このパウロは指摘してくれているんですね。
例えばパウロ、テモテはおそらくは30代である比較的若い、牧会者としては、ね、比較的若いと思いますけれども、年配の男の人がですね、何かこうちょっと間違ったことを行っているっていう時にですね、こう人がたくさんいる前でなじるようにね、叱る、怒るですね、こう叱る、これやっちゃいけないよって話をしてるんですよ。ね、父親だとしたらどのようにするか、お父さんに、まあね、こう喧嘩してる時にはお父さんにもこうなんかひどい言葉言ってしまうかもしれませんけれども、まあ、特に当時はもっともっと父親の権威っていうのは大きいですから、父に対するように、まあ、接していきなさいっていうのがあるんですよね。でですね、今度はね、若い人っていうのがですね、これ今度逆でこうなんか言いつけたりですね、まあ、こき下ろすっていうかね、やっぱこうなんていうかな、こう見下す傾向がありますよね。いやそうじゃないよと、兄弟に対するだから一定の敬意を示す、まあ、全てを敬意だね、こう敬意を示していく。だから若い人に対しても兄弟に、全く同じレベルの兄弟に対するようにしなさいと。で今度は年配の女の人、まあ、これは母に対するようにですよね。母に対するようにです。敬わなければいけない、敬いながら指導していく。で次、若い女の人には姉妹なんだっていうことですね。でこれが、テモテが、まあ、若い人だっていうことを、まあ、考えれば、ね、真に純粋な心って書いてますけど、これはだからやっぱり情欲の問題がこの若い人にあって、まあ、この女の人をそういうふうにこう恋愛の対象のように見ていくっていうことではなく、姉妹に、姉妹には抱かないね、自分のお姉さん妹、いやーキモいってなっちゃう、僕もキモいってなっちゃいますけど、そのように、でも妹だったらもう違う意味でものすごく好きで、何か変なことするやつらが、男がいたらもう殴りかかるっていうぐらい愛してるでしょ、大好きでしょ、そういう意味ですよ、ここで言ってるのはね。そこの姉妹に対するように真に純粋な心で進めなさいと、この家族の関係なんだっていうんですね。なのでね、これが分かるとですね、なんていうのかな、この教会ってとっても不思議だと、他にキリストの体ってあるでしょ、一つの体なんですよね。なのでとても不思議なこの結びつきがあります。まあ、時には愛憎の念も出てきますね。結びついてるからこそ起こる、なんていうかこう、まあ家族で起こるでしょうね、激しい対立、喧嘩してしまうけれども、でもさ、こう人間模様ってこう第三者が見るとこう分からないんだよね。家族の中ってこう非常にこう対立していたのに、次の瞬間和解してるっていうかね、なんであんなに対立してたのに急にってこう、この家族という不思議な存在、皆さんも分かるかと思います。何とも言えないものが。で、私たちもこの神様がこう神の家族だって言っているところで、神様ご自身がしてくださるものがあるわけで、これが会社とかね、他の組織とは違って、まあ、杓子定規にですね、こう裁く人っているんですよ。ですね。うん。じゃなくて、そっとしておくとか、祈るとか、主の前で静観して、こう、本当に取りなしていくっていうですね、こっちが大事になってくる。わけなんですよね。で、このように、教会の人たちに対するこう接し方について指導を与えた後で、次にですね、3節からヤモメの話ですね。さっき言った、3節と4節を読みしますと、ヤモメの中の本当のヤモメを大事にしなさい。もしヤモメに子供か孫がいるなら、まずその人たちに自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることですとあります。で、これがね、私たちは、なかなかこう、どういうことなのかっていうのがわからない。なぜかというと、今は、シングルマザーの人たちは、大変だけれども、なんとかやっていけますよね。で、特に高齢の方は、まあ、生活保護があったりですね、いわゆる福祉制度が、近代社会になってからありましたけど、それがないということで前提で話しています。ですね。ないんです。
で旧約の時代から立法の中でやもめをこの顧みなさいと、他のなんかホームレスの人と同じようにやもめを顧みなければいけないということを何度となく神様は命じておられて、教会においてもその貧しい人を施すということもその中の一環としてやもめを顧みるということが命じられていたわけなんですよ。例えば旧約で落ち穂拾いをしているこのルツ、ですね、またナオミ、どちらもやもめじゃないですか。で、落ち穂拾いっていうのはあれは福祉制度ですよ。わざとこう落ちた方をそのままにしときなさいって、こう神は法律っていうか立法で命じているんですよね。でそしてこう拾うようにあえてさせていくという、こう事前の命令があるわけですけれども、で新約の中でもこう問題起こっちゃったじゃないですか。このギリシャ語を話すユダヤ人たちが自分たちのヤモメが配給でなおざりだ、つまり配給してたっていうことですですね。こうやってたんですよ。でここでね、パウロはでも全てのヤモメを大事にするかというとそうではなくて、本当のヤモメを大事にしなさいと。この本当のヤモメって もちろん定義はね、夫がいなくなったらそれヤモメですよ、だけど未亡人で、ね、簡単に言うと。だけどそうじゃなくて、ここで言ってるのは身寄りがない人って意味です。困窮しているっていうことです。でしかも年寄りなんですね。で第一にこれをパウロはすごく大事なことを言ってるの、一つ目はね、経済的な現実的なことっていうのをこれね無視するっていうことは見心じゃないっていうことですね、教会って理想論掲げちゃダメですよね、これ実際に起こった話なんですけれども、ある人が自分の教会の予算をですね、この批判してこの SNS でこうアップしてたんですよ。なぜかといったら、このホームレスになりかけたシングルマザーのことがあるのに、なんでこの教会の運営のためにこれだけ予算が使われているのかって批判してたんですね。で私ちょっと焦点ずれてるなと思ったんです。信仰の家族にですね、特に親切にしなさいとこのガラテヤ書にも書いていて、この経済を考えるっていうことは、これ見心ですね。神様に与えられたものを管理していくということは見心です。で、これ経済的なことで、もう一つはですね、これがそれだけではなくて大きな目的は、神の家族のみならず肉の家族も神は喜ばれるんですね。養うこと、肉の家族も大事にしていくということなんです。で、福音書の中にイエス様はこのマリアとかこの他のこの肉の家族がやってきた時に、家族とは誰ですかと言って、神の言葉を聞いて従う者たちが私の母であり妹であり兄弟だとこうおっしゃったところがある。で、これは霊的なアイデンティティとしては神の家族ではあるんですけど、それで世捨て人になりな、その家族の関係を切りなさいということではないんですね。カルトとかはそういう箇所を使ってもう家族と切っちゃうじゃないですか、でそういうことではない。でそれが分かるのは、主ご自身が十字架につけられた時にヨハネの福音書に書いてますけども、そこにいる人はあなたの母ですよと、そしてマリアに対してそこにいる人はあなたの息子ですよとヨハネに対して言ってるんです。つまりイエス様はその死ぬ直前に不要の義務を果たしてらっしゃるんですよ。でこのようにして、この肉の家族だから、この息子や孫がいる場合はその経済的な負担を彼らがすることによって親の恩に報いるんですね。恩、そりゃ今までやってくれたじゃないですか、育ててくれたじゃないですか、その恩に報いさせるようにしなさいと。でこれは非常に健全な教えになっていくわけですね。で肉の家族、神の家族の関係っていうのはこれつながってるよってさっき言いましたけれども、もうすでにね3章の5節で、監督の資格の中に自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるかと。だから家庭を治めるということ、家庭を大事にするということがこの教会、ここも家族なんですよね。でそれで
どのように接していけばいいかっていうこの自然の感情っていうのはこれ実は神も喜ばれておられて、それをこの神の家族にも生かしていくって言ったら変ですけれども、この、そういう関係の中で生きていくんだということなんですね。では5節ですが、身寄りのない本当のヤモメは望みを神に置いて夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますがとあります。身寄りのない本当のヤモメですね、さっき言った、本当に誰もいない、そう世話する扶養する人が誰もいない、でしかも高齢のヤモメは望みを神に置いていると。ですね、女の預言者でアンナっていう人かな、ルカによる福音書、少女ずっと少女だったっていう人がいますよね。ですね、イエス様がお生まれになって両親が、イエス様を捧げにね、この行った時にですね、ありましたね、2章の36節で、ルカですね、アシェル族のペニュエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。少女の時代の後7年間夫と共に暮らしたがヤモミとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていたところなんです。これ大きな大きな奉仕ですよ。祈りって大きな奉仕なんですよ。でね、このおばあちゃんが何もできないなんてこれ大嘘なんですね。おばあちゃん、今あえておばあちゃんって言ってるんですね。祈りの戦士として教会の中で重んじられるべき人であり、そして祈り、この祈りがですね、こう捧げてくれている、これはだから本当に大きいですよね。しかし6節がこのものすごくこう急にこう対比です。自堕落な生活をしているヤモメ、生きてはいても死んでいるのですと6節に書いてます。彼女たちが避難される、彼女たちってヤモメたちですね、一般的に避難されることのないようにこれらのことも命じなさいという、でこれも現実起こっていたんですよね。自堕落に暮らしているってえって思うかもしれませんが、これは人の善意を利用している人です。家族がいながらにして教会からも養われるために名簿に入れられている事例とかそういうのがあったんだと思いますね。時間を持て余しています。そうでしょう、もうやることない、もうでも経済的に困ってない、何します、そしてあとは主に仕えることとか従うことについての霊的な訓練も受けていない、何するか、おせっかいをするんですよ。悪いことをし始めるんです。噂話をして、あとは遊び回るとか、暇があるから。でこれは実はもうすでにテサロニケ第2の3章で学びました。まあヤモメじゃなくてこう書いてましたね、11節に大怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいるってこう言ってるんですよ。私たちはとかくですね、善意はすべて良いとみなして、もちろん善を行うっていうのはね、絶え間なくやっていくっていうことが命じられてます、クリスチャンは。しかしその善意がこの良い結果をもたらすとは必ずしもないということ、だから知恵が必要なんです。これはよく言われるのはもうなんか海外援助のなんかそういう働きに関わったことのある人っていますかね、この中で。あるいはこの何て言うかな、この慈善事業というか、まあ、そういうものをこの行われた方、あるいはまあ、一番こう分かりやすいのは役所で生活保護課にいらっしゃった方とかね、いる方とか、まあ、その方の方が僕は本当に現実的に分かっているかと思いますけども、これはですね、貧しいからといって物をあげるっていうのはもうこれはもう初歩的な知識としてダメなんですよ。なんで分かりますか。
貧困ビジネスが始まります。貧困ビジネスが始まります。ちょうだいちょうだいって言ってる背後には悪質な業者がいます。あるいはこのそういう人たちはそうやって物をもらうことっていうことで生き残っていくことを考えてますから、仕事をしない、どんどん心がひんね曲がっていくんですよ。で、そして上げた方は自己満ですよ。上げたっていうことで、どっちも欲望を満たしてるだけです、うん、でこれはもうよくよく言われる。どの団体に行ってもまずこれはもう ABC って英語で言って、イロハか、イロハなんですよね。でこの生活保護もで、今生活保護課の方は話をしましたけどもね、もう本当に私はね、あの方々はいやー素晴らしいなっていつもね尊敬の眼差しで見ています。まあ、警察の方もそうですけどもね、もうプロのプロ中のプロっていうかね、本当にこの生々しい一人一人の生活を見て審査してですね、本当に困窮しているかどうか、その欲望ではなくて必要を見てそれを提供するかどうかっていうのを見極めるわけなんです。だからその人を見る目っていうのがすごく養われている方々なんですね。ただこの何て言うかな、こうその言ってる、この本人が言っていることをただこの何て言うかな、こう杓子定規にやっていくんじゃなくて、もうその人のこう心とか思いとか、このどういうそういうのも全部見極めて本当に必要なのかどうかっていうのを見ていくわけなんです。でこういうことをやってある程度必要が教会であるわけなんですよね。でそこで何ちゅうかこういう何ちゅうかこう お涙ちょうだいみたいな話をキリスト者はしてはいけないわけなんですよね。え、そうなんですかってね、反論する人いるとします。じゃあね、もうここ、まあ、お昼の時間に話してもいいんだけども、ここで言いますよ。いや、こういう時に僕言い返したいですね。もしそういうふうに反論する人がいたら。あ、じゃあいいですよ、うちの教会で。もうしょ結構いますよ。生活保護の世話にならなきゃいけないような人とか、あるいはその実際になってる人が来ますよ、教会に。あ、じゃあやってあげましょう、教会で。毎日、毎月10万円でも出しましょうか。毎月の献金から。となると、ちょっと、ちょっと待ってください、ちょっと待って。家賃も、ね、急に現実的になるでしょ。うん。でも本当にっていう時どうしましょうかって問いかけるとします。でも助けるってどういうことなのかって書いてるから、聖書に命じられてるから、教会に貧しい人を施すっていうのは。そうすると皆さん真剣になって考えてくれると思います、ね、人ほどじゃないんですよですね。で8節、もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのですと書いてますね。で、やもめを家族が養うことは、不信者の間でも、だからクリスチャンじゃない人たちの間でも当たり前のように行ってますね。で、そこで、この、キリスト者がですね、なんかかっこよく言ってですね、これパリサイ人もイエス様から咎められてますけれども、これは、なんだっけ、コルバンだっけ、親に、もう神に捧げたものだからって言って、もうなんか自分のある財産を親に渡さないっていうね、父と母を敬いなさいって書いてるのに、人の教えによってこの神の敬しめをないがしろにしてるっていう、ね、イエス様も言ったでしょ。同じようなね、この発想で、いや、私を教会に捧げてますからって。で、これは不信者よりも劣ってるよって言ってるんです。不信者よりも劣ってる。その人は信仰を否定してるよ。で、このように言っているんですよね。だから、わかります？この落ち着いた生活っていうのは、これテサロニケ人の手紙にも書いてありましたけれども、私たちはね、こう浮き足立たないんですよ。この神様の御心っていうのは、教会というのは地に足がつきながら天国を味わうところです。もちろん妥協してはいけないところは妥協しないですよ。本当にしなければしてはいけないところは、どんなにこの世がこうだと言っても、いやそうではありませんと丁重にお断りするってことはありますけれどもですね、この違うところでこう違和感を抱かせるようなことっていうのは証になってません。
証になってないです。例えば、ね、教会にもなんか全部捧げて、この 親がいる扶養があるのに全く顧みないで、そういうことをやっているっていうことですよね。で具体的なガイドラインを今度パウロが与えるんですね。9節、やもめとして名簿に載せるのは60歳未満ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育って旅人をもたらし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさいと、こう言ってますね。で、2つの条件があります。1つは、年齢ですね。60歳未満でないとあります、ないといけないって言ったけど、当時の平均年齢はもっと低かったでしょうから、かなり高齢の人ですね、多分。もう80歳以上なのか分かんないけども、かなり高齢の人で、条件は良い技に励んだっていうことなんです。で、家庭においても、教会においても、どちらにおいても良い技に励んでいて、一人の夫の妻って言うんです。だから夫をとっかい引っかいしなかった人ですよ。そしてあとは子供をしっかり育てていた。あと旅人をもてなす。当時は旧約の時代から旅人をもてなすっていうのは、これはもう本当にやんなきゃいけないことだったんです。で、なんでかって言ったら、外で外泊してして野宿なんか必要ものがもう盗賊にあってですね、大変なことになりますから、もうこれは文化として旅人をもてなすっていうのは、これはもうほら、歪んだ形です。ロトがやっちゃったでしょ。この襲ってきた人たちがいてさ、ね、で自分の娘、娘を出しますからとか何だかって言ってね。あと四式にも出てきますけれども、でこのもてなすということがとても大事で、それを行っていた。あと生徒の足を洗う、これはほこりだらけのところ来ますから、必ずそのしもべがやってから、だからイエス様が弟子たちの足を洗ったっていうのは、この驚く話だったんですよね。まあ、今に言ったら通り掃除とかね、汚れ仕事ですよね。まあ、これをやっていく部類。で、困っている人を助けていくって、こういう人が、は、生活費が与えられてもですね、欲は出ないですね。で、節制することを学んでいる人ですよ。御霊の実があるから、生活費があてがわれてもですね、もう主に、使えることに集中できるわけなんです。でも、11節。若いヤモメの登録は断りなさい。彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られると結婚したがり、初めの誓いを捨ててしまったと非難を受けることになるからですと。初めの誓いっていうのはですね、私はヤモメとして生きていきますっていう誓いをやってるから、だから例えばこのリストがあって、名簿があるんですよ。ヤモメのリストで名簿があって、で、そこで、この私はこのもうこのヤモメですって言って。にもかかわらずですね、なんかいい男の人が言ったら、だからね、生活に余裕が出てくるわけですよ、さっきの話。余裕が出てきて、で、何するかって言ったら、なんかちょっとこう、いろいろとこう、余裕があるから遊びに行ったりとかさ、なんかいろいろやって、ね。で、男の人がいたら、付き合い始めるわけですよ。ね。で、そうすると、結婚するって、じゃあ何、今まで生活費出してたのに、教会、どうなんのって話になってくるじゃないですか。で、これが、今、この、怒って非難を受けるということを言ってますね。で、その上怠けて家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけでなくて、噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話すのですと。さっきちょっと話すの忘れたんですけれども、この彼女たちが非難されることのないようにって7節書いてますよね。だからこういうような人ってのは一部なんですよ。一部なんだけど、もしそういう人が出てくると、あ、結局やもめはねって話になっちゃうんですよ。わかります？例えばいろんなことが起こるじゃないですか。これはもう本当にジンクスですけれども、例えば外国人の人ですごいこう犯罪こう、ね、今もね、こう日本であるじゃないですか。このまあ、知ってる人は知ってますと思いますけど、ものすごい大きな騒動がこうあるグループの人たちに起こったんですよね。で、そうすると全てのこう良心的なっていうか、もうそういう人たちってのも一部で、多くはそうじゃないでしょ。けれども外国人はってこうなっちゃうわけじゃないですか、ね、外国人はって。で、そういうそしりが出てくる可能性がこの一部の人にあるわけなんですよね。だから今もここで13節では、怠けて家を歩き回るとですね。怠けるだけじゃなくて、噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話す。
なんか、頭に浮かんできちゃうんですよ、なんか光景ですけれども、やっちゃうよって言ってるわけですよね。で、キリスト者の間で、こう教会の間でね、ある罪については必死になって避けるのに、他の罪は放置したままにするっていうことってよくあるんですよね。例えば、あの人は罪を犯してるとか、なんだかっつってさ、で、本当に調べたのって、もうこの前ね、この前の日曜のメッセージで話しましたけど、調べてないのに、うわーっつって、みんなで、うわー、ひどいひどいだろ、うわーとかっつって、いや、ちょっと待ってよって言ったら、うわー、あなたもそいつに加担してるとか、なんだかって言って、ちょっと待ってよと、そしる者は神の国を受け継ぐことできないって書いてあるんですよ。ねえ、もう。この罪はいけないって言いながらそしってるんですよね。で、そしる方はもう投函師っていうの、これ日本語で難しいこと、そのままされてるわけで、噂話っていうのは、これはもう教会の中で、いやー、世の中でね、これ起こってるのは仕方がないけど、教会版のね、噂話ってのあるんですよ。何かっつったら、どうかこのことについてお祈りくださいってこう言ってですね、誰々さんがこんなことをやってるんですって祈りましょうって、でこうやってですね、陰口をキリスト教会版にしたっていうのがこうよく起こるんです。箴言にこういう厳しい言葉があります。26章の20節で、焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がいなければ争いはやむ、火に焚き木をくべるように口論好きな人は争いをかきたてる、陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のよう腹の奥に下っていく。噂話をしている時に止めるのってすっごく難しいんですね。ダメだよっていうのほんと難しいんですよ。どん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 入っちゃうんだよね、こうご飯の美味しいご飯みたいにブワーってね、こうし、うまいね、これはソロモン書いたのかな、分かんないけれども、なので教会の決定として非常に知恵が必要になるんですよね。やっぱり困ってるって言われると、このヤモメだって言ったら本当に助けたくなるじゃないですか。あ、これ本当に現実問題、本当に繰り返しますけどね、ヤモメじゃなくてもホームレスの人とか、私は困ってるんだっていうのは必ず教会に電話してきます。私たちの教会でもありました。で、私は苦しくて、他の、ね、何人かに相談して、で、わずかなお金だから教会のお金であげました。でけれども、彼は誠実でなかったことが他のところで発見されました。でまた来ました。その時は断ったらものすごく怒って、捨てゼリフを吐いて出ていきました。あるんですね。で、こういうことが起こると、何か悪いことしてるんじゃないかって気持ちになっちゃう、こっちが。けど本人のためにならない、罪を犯し続けるわけですよ、そうやって。で、ここでも同じです。罪を犯さないように本人がするためにも登録させてはいけないんですよね。で、次にパウロは14節で、ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンの後についていった、ヤモメたちがいるからですと。これ若い女性にはこうすべきだって、まあ、これ一言言うと、今の時世ね、差別的だとかなんだかっていう言葉さえ出てくるような、あんたは結婚して子供を産みなさいとかね、なんかったら、なんかもう一つのモラハラっぽくなっちゃう。かもしれませんけど、いや、そういうんじゃなくてね、落ち着いた生活しなよって言ってるんですよ、簡単に言うと。仕事するんだったら仕事資金として、ね、普通に地の足についた生活をしなさいっていうことで、で、特に若い女性だったらもういくらでもできるんだから、こういうふうにやっていきなさいって言って、それさで大事なのは、サタンのに隙を見せないっていうことなんです。ここに書いてあるよ。で、これが何度となくこのテモテの手紙には書いてあって、神はサタンは神の教会を付け狙ってます。で、こういうそしりということを使って、この評判を下げていくっていうんですか、
でこれをサタンは虎視眈々とやっているから、戦いの中に私たちはいるんだということを知る必要があるんですね、うん、で、ですね、はいはいはい。で次に16節で、もし信者である女の人にヤモメの身内がいるなら、その人がそのヤモメを助けて教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当にヤモメを助けることができますと。まあ、なんでここで女の人にって言ってるのは、これはね、多分ね、あの金銭的な話じゃなくて、世話ですね。直接このヤモメを、あの世話をするっていう、あの女性じゃないとできないじゃないですか。例えばあのほら下の世話とかさ、あのほら、体洗うとかね、そういうことって、あの当然同性の人しかできないわけですから、そういう人がいれば、この信者の女の人がいれば、それやりなさいとこう言っているわけなんですね。なので私たちはこの神に立てられている信者でなくても、そういう家族であるとか、これすごく御心にかなっているんだということを学びました。じゃあ現代にこのヤモメをどう当てはめていくのかということですね。まあ今までもずっといろいろ話してましたけれども、まあ、具体的にはまあ福祉制度ですよね。福祉制度、これをフルに活用することは御心です。ですね。でその人たちに、この連携しながら、こういうこの困っている人たちを助けていくということ、まあいろいろ整っています。で教会が運営しているところもそういうのもあります。ですね、そういうところも、まあ、アメリカだとすごくそれがなんかしっかりしているところが多いんですけれども、まあ、そういうのを使っていけば、この本当にキリストのこの福音を伝えることもできるわけですけど、そういうところとこのあのタグを組みながらですね、そしてあの霊的なことを、例えば祈ってあげるとか福音を伝えるということで、私たちがこのバックアップをしていくということですね。でこれが、まあ、御心だと思いますよね、うん、あもちろん家族の扶養、さっきのこれはもう本当にあの昔も今も同じですね。自分の家族のことを顧みるっていうのはもちろん御心であるわけなんですよね。まあこういう難しい話ですけれども、でも身近な話だと思うんですね。ね。で次は、まあこれはあの本当に辛いですが、17節。よく指導している長老は、あ、ごめんなさい、これはまだ罪の話出てないですけども、まず長老っていうのはどういう存在か。2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのためにロークしている長老は特にそうです。聖書に脱穀をしている牛に靴、なんだっけ、靴子をはめてはならない。また、働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからですと。あります。ちょっとね、まあ、冗談からまず話しますけれども、半分冗談なんですが、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと、こう、笑いながら、いつもですね、毎週金曜日バイブルカフェ、うちの教会やってるんですけども、妻がですね、こう手作りでお菓子を作って、そしてまあ残るんですね、少し残っちゃうので、こう残ったのをこうもう次の週にはもう回して食べられないものが結構多いのでね、もう食べるしかないんですよ。なのでね、美味しい甘いものをこう、ね、食べるときに、俺たち牛だなって言いながらね食べてるんですけれども、ね、こう暑い中でこう配ってるわけだから、こうね、牛だと思ってね、脱穀したものを食べてるなってね、まあこう冗談は言ってるんですけども、この長老、このいわゆる牧会者です。この長老と牧会をしている監督と同じ人なんですね。で大事なのはね、よく指導しているっていうところですね、うん、で御言葉と教えのためにロークしていると。なのでこの文句なしに尊敬しなさいっていう意味ではないです。よく指導しているっていうことが認められる長老には尊敬を払うっていうことで、これは2倍っていうのはどういう意味かって言ったら、心の中でですね、また口やそういう、こうモラル的に、その精神的にっていうのかな、そういう尊敬以外に物質的にって意味です。だからこの、この牛の、立法、牛についての立法、あと働く者が報酬を受けるっていうのにつながるんですけども、この物質的なことをやっていきなさいっていうことなんですね。で尊敬全般についてなんですけども、これずっとこのテモテへの手紙もそうですし、パウロ自身の手紙、他の手紙もそうですけれども、異性者であっても神の当てられたこう、権威ですね、この神から与えられているっていうこと、これね、大事ですね。すべての人のために祈りなさい、すべての人を敬いなさいっていうのも聖書に書いてますが、敬うってね、本当に神様を見ることできますね。これね、
訓練するといいと思いますね。あのね、あの私はあのさっきのバイブルカフェに戻りますけど、チラシ配るじゃないですか。なんかね、なんかこう尊敬する思いが出てくるんですよね。例えばね、若いお母さんがね、小さな子を連れてるとか、あとこう乳母車に乗せてるとかで見るとですね、お母さん偉いってこう思いながら配るんですね。いやー大変ですよ、どれだけの犠牲を払ってるか。どうでしょうね、もう自分っていうものを少し一瞬でも入れたら、もう子供は大変なことになりますからね。もう自分っていうのを捨ててやってるわけでしょ。だからまあこういうふうには僕しませんけれども、あのねこう、あの本当かおたあの神感謝ですねっていう感じでね、敬う思いでこう配ってますね。そして、男の人がね、暑い中でスーツ着てさ、こう歩いてるじゃん。でそのね、子供を養うためにね、家庭を養うために頑張ってるわけでしょ。本当に頑張ってますねっていう思いが出てきます。あとおじいちゃんおばあちゃんはもうね、本当人生でいろんなところはね、もう本当にやってきましたね、ありがとうございますっていうね。でこういう思いってね、これね、訓練するとね、あのこう神様を見ることができるんですよ。全ての人を敬う、だって神が立ててるんだから全ての人で、こう神様、あのそうやって敬っていく。でまあ霊的にはこの骨折ってね、御言葉を伝えている長老には尊敬をすると何が一番、自分が得します。自分が得するんです。神の声が聞こえてくるんですよ。この人はね、あの本当、正しいこと言ってるのかちょっとねチェックしながらこう、ね、間違ってたらダメだとかね、こうなんかあの自分が審査官みたいにね、まあ全然神の声聞こえません。聞こえてるのにバーンって言ってるのに、もう耳栓入れてみたいなんですよ。尊敬の心なかったら耳栓入れてるようなもんですよ。ですね。で、今度は物質的な尊敬に話になります。これ常識、あのね、未信者の人が実は、あの、意外に常識を持っています。私がよく聞かれますね。どうやって生活してるんですかって霞くわけにはいかないじゃないですか。で、信仰持ってない人の方が逆になんていうか心配してくれるっていうか心配しやすいわけですね。で、時々こう上に立てられてる人ってね、人間だって多くの人間違っちゃうんですよ。さっき抽象の話をしましたが、これ素知る話をしたんですけども、あの私が心を痛めたのがね、あるあの政治家の方がね、やっぱものすごいこう、もう慟哭のような心の、もう阻止、中傷を受けてですね、あの、ちょっともう、ほら、最近もほら、有名な人死んじゃったじゃないですか、芸能人で。まあ、それでもう結構今ね、こう、カミングアウトじゃないけども、どれほど、傷以上だね、もうこう、なんていうかな、追い込まれる、自殺寸前まで追い込まれるぐらいの、こう、切羽詰まった状態にさせられてるかっていうのを語ってるね。でね、政治家も人間ですよっていう言葉があった。でここをね忘れちゃうんですよ。で教会の場合は霞くって言うと本気で思っちゃう。え、だって牧師だって信仰によって生きてるんでしょってとか、牧師じゃなくてもいいよ、こうね、信仰によって生きてるから、いや、なんとかなっているって思ってて、でそれだけ考えている。でこれまずいよっていう話をしてるんですね。そうじゃないよって。で、こういうことをなかなか言えないんですよ。だって、与える立場だから。そして、こう、愛していく立場で、いろんな人、話を、必要を満たしていく立場だから、普通は言わないんです。でも、パウロはあえて、っていうか、聖書はそれをあえて何度も何度も言ってます。で、私たちの教会は順番に聖書を学んでるので、こう、スキップしないじゃないですか。で、だから、それでも毎週僕はね、その、決定しようぞとかなんだかっていう話してないけど、でも出てくるんですよ、こうやって。結構多く出てきますよね。今までずっと順番に学んでる人分かるけども。で、ここでも同じなんですね。ということです。で、こういう尊敬を受ける人が罪を犯しちゃったらどうなのかっていう、ここが大変なんですよ、19節。
長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはいけませんと。これはね、立法に書かれています。この申命記の17章の6節で2人3人の証人、証人がいて初めて事実と認められると。で、新約聖書の中でもイエス様がここを取って、兄弟が罪を犯した時に2人だけでのところでこう指摘して悔い改めないんだったらば、1人か2人呼んできてね、そして責めなさいと、責めるというのは指摘しなさいと。つまりここでの2人3人の証人ということで、これすごく大事になります。これ前回も言ったんでね、かいつまんでだけ言うと、箴言の18章の17節、最初に訴えるものは相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。言ったもの勝ちなんですよ。最初に誰かがこの人はこんなことやったーって言うとですね、もうその印象がついちゃうんですね。あ、この人何か悪いことやったなっていう印象がつくんです。でね、実はそうじゃなかったっていうのは報道しないんだよね。この世の中でもそうでしょ、ね、報道しない。実は無罪だったっていうのは報道しないんですよ。こっちだけ言ったまま。で、これは人間のね、罪の心があって、それがあって、初めに聞いたものっていうのがね、もうそれでね、実際そうじゃなくても。だから聖書は2人さんにこれ非常に慎重にしなきゃいけないんです。で、皆さんもそういう教会の中での悪い噂ってある。 SNS にも出てくるじゃないですか。ちょこっとだけ入れといてください、情報として。でも絶対に影響されないでください。影響されないでください。ちょこっとだけ。本当にやばかったらちゃんと実証されてきますから、うん、でよく見て、よく見て、やっぱりそうなんだっていうことなんですよね。でもね、やっちゃダメです、基本的に。で、20節、本当に罪を犯したら、罪を犯しているものを全ての人の前で責めなさい。そうすれば他の人たちも恐れを抱くでしょうと。これは責任のある、尊敬を受けるべき存在の人が罪を犯している場合は、それだけ責任が重いので、そのもうみんなの前でこのことを発表しなければいけないっていう、罪を犯しているってことを発表しなければいけないと。で、いかに罪が、このことが恐ろしいことなのかってことを恐れを抱くようにもしていく必要があるということなんですね。で、21節で、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなた方におごそかに命じます。これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさい。これが先週の習ったところです。偏見を持ちやすい私たちは存在ですけれども、神はエコひいきなさらない方です。なので私たちは神を恐れてエコひいきしないで裁いていくってこと、判断していくってことですね。22節、誰にも性急に暗示をしてはいけません。また他の人にの罪に加担してはいけません。自分を清く保ちなさいということで、暗示という言葉が出てきました。暗示というのは、手を置いて何かの働き、この、宣教の働きとか教会での働きのために神が、召しておられるということを認めていく、その、儀式というか行為ですね。パウロが、あとバルナバと一緒に、アンティオキアの教会で使わされるときに、聖霊、予言によって、おそらく予言ですけど、聖霊によって、使わすっていうことが語られてですね。それで、こう書いてます。彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出したと。ここです。手を置く。これ、暗示ですね。で、請求にやっちゃいけないって言ってるんですよ。つまりよく調べて、不適格でないかどうか、適格であるかっていうことをよく調べた上で暗示をしなさいと。さもなければ教会に対する傷っていうのが甚大なものになってしまう、そしてサタンの餌食になってしまうということで、よく精査しなさいということです。で、また他の人の罪に加担してはいけませんということです。だからこの悪いことを行うものを是認する形になってしまいますからですね。だから自分は悪いことをしてないかもしれないけれども、その善人をも気をつけなさいと。悪に加担することになってしまうから、だから極力そういうことを非常に注意して自分を清く保ちなさいということなんですよね。
いや、これは私ね、本当に痛い思いして学んでます。すべての人をね、こうなんていうか警戒するっていうことは良くないことですけれども、本当に悪い人がいて、もう私を利用するってことはあるわけですよ、うん、でそうするとその被害を受けた人が、私がそういうことをこうなんていうか一緒になんかこうその人にやってることを是認していったら、ね、私が加担することになってしまう、ね、本当に清く保ちなさいということですですね。で次に、これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさいと。でこの箇所ね、結構いろんな時に使われるんですよ。で特にね、アメリカの聖書教師が語るとですね、必ず お酒の話になっちゃうんですね。お酒飲んでいいのか悪いのかって話になっちゃうんです。でそこが焦点じゃないんです。ここではなんでいきなりこの話が出てくるかと言ったら、テモテがこの長老の罪を裁かなければいけないですね。この悪いことをしている、で教会でその人を追い出すっていうか、この出さなきゃいけないとか指摘しない、腹痛くなりますよ。で特にテモテ、第二テモテ見ると、このね、臆病な性格もあって、これを決めていくっていうのは、これ本当に辛い、腹痛を起こしてる。だから病気にもなりがちなので、水ばっかり飲むんじゃなくて、特に水ね、浄化されてないので、特にね、昔の水は、だから腹痛を起こしやすい。で少量のブドウ酒とですね。でこれは何ていうかな、まあお薬みたいなもんですね、滋養ですね、うん、でこれをしていきなさいという、非常に実際的なアドバイスをしてます。で最後にですね、ここが皆さんにこう何ていうかな、希望になる言葉が書かれています。いいですか。24節と25節ですが、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合でも隠れたままでいることはありませんということです。難しい判断をしなければいけない、あと不条理なことが起こっている、あとはこんなに良いことがあるのにこの人々に伝わっていない、まあ、自分がしていることもそうだし、他の人がしていることもそうかもしれない。でいろいろある、あるものは明らかにされているのに、あるものは明らかにされていないということで、私たちは辛くなる。でテモテは、ここでテモテはこの言葉聞いたらほっとしたと思います。で鍵、黒に近いんだけどまだ灰色だよねっていうのはない時どうしますか、これ罪について。で自分がもし誤った判断をしたらってもう重圧ですね。しかし神が明らかにしてくれるよって、でこういう話なんですよ。今は明らかにされていないものがあっても、神いつかは明らかにされるし、神が良しとされた時に明らかにされるからね。で次に、良い行いの方も隠れたままでいることはないよっていうことなんです。だから皆さんの中でも、その今置かれている中で、この自分が例えばこんなことをしていないのに、なんかしているかのように見なされているとか、悪いことについてですね、でも必ず善を行いなさいと、さっき詩編で読みました。主が太陽のように輝かしてくださると、そしてこういう悪を行っている人がいるんだけれども、もう憎たらしくてしょうがない、腹を立てるなってさっきね書いてあったでしょ。悪者は地を受け継ぐことは決してないんです、反映することは決してないんです。愚かなものとして終わっていくんだっていうことですね。私たちの福音は、隠れたことを明らかにしてくださる神様が十字架によってその罪を許してくださって、清めてくださった、私の心の中にあるものもそうしてくださった、その神様が正しく裁いてくださりますよということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。
この一節一節ずつこのじっくりと見ていきましたが、本当に難しいことについてあなたが正しく裁いてくださるということが分かりました。そして本当にいろいろ分からないことが神の家族の中でも起こりますが、神様どうぞ私たちが家族としての愛を互いに持ち続けて、そしてあなたに目を向けて歩んでいくことができますように、どうか助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。主の家での喜び。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。